ジャスパー・ウィルソン・ジョーンズは、イギリスの土木技師、商社社員、鉄道事業家、自由党議員。第一次、伊藤内閣の法制顧問、フランシス・テイラー・ピゴットの義理の父。1824年、西ウェールズのカーディガンシャーで、父とマス・エヴァンス・ジョーンズと、母、エリザベス・チューダー・エイビスの間に生まれ、1854年までは、土木技師、その後は、 ロンドンの鉄鋼商社、ウィリアムバードの社員となった。同社がロンドンノースイースタン鉄道に買収されるまでは、ウェールズの死者の副支店長や支店長として熱心に鉄道事業を推進した。ウェールズのモンゴメリーでは、第三ライフル義勇軍初期の隊長としても活躍。また、メリオネスやモンゴメリーの治安判事や、メリオネスの副隊員を務めた。 1855年にエミリー・テリー・ザバードと結婚。1865年と1868年にはノーザラートン選挙区で庶民院議員に立候補するが、いずれも落選。1885年のイギリス総選挙では、イングランドのウォリックシャー北部ナニートン選挙区で当選して議員を務めたが、同年の総選挙では落選し引退した。なお、同時期の議員には、 江戸時代の日本の長州五欠の英国留学を支援したジャーディン・マセソン商会の創立者、ウィリアム・ジャーディンの孫であるロバートがいる。ジョーンズは1891年に67歳で死去し、ブルクウッド墓地に埋葬された。妻エミリーと娘向子フランシス・テイラー・ピゴットと同じ墓である。伊藤博文の法制顧問の法学者。 フランシス・テーラー・ピゴット娘のマーベルは1881年、法学者、フランシス・テーラー・ピゴットと結婚し、息子のフランシス・スチュワート・ギル・デロイ・ピゴットを設けた。マーベルの夫のピゴットは、法学者として日本政府に招聘され、1887年から1889年まで、第一次、伊藤内閣及び、黒田内閣の法制顧問を務めた。 日本においては1889年の黒田内閣の時期に本国へ帰国し自殺したと伝えられていたが、その後はベイリング海仲裁裁判所、モーリシャス最高裁判所を経て、1905年からは香港英国最高領事裁判所長官を務めた。ピゴットが日本政府に提出した意見書等は1934年に刊行された秘書類さなどに残されている。 その後マーベルは1896年には植民地看護協会を創立。1901年には同協会の名誉副会長となったが、当時は会長がグレー卿、副会長はオンズロー卿であり、他にウィンストン・チャーチル、ジェームズ・ウィルコックス大佐、カスバート・クイルター、バルフォア・オブ・バーレー卿夫人、ヒューバート・ジャーニンガム、ウェスト・ミース卿など数々の有力者が参加していた。 マーベルの息子のフランシス・チュワート・ギルデ・ロイ・ピゴットは東京府駐在部官となり昭和天皇放映の際に接班員を務めた。ジョーンズの彦となるフランシス・ジェームズ・クロード・ピゴットも同様にイギリス大使館駐在部官として勤務した。ありがとうございます。